シャープシャープ製のスマートフォンアクオスフォーニーズ 12SH アクオスフォーニーズ 12SH はシャープによって日本国内向けに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話のイズシリーズの一つで CDMA1XWIN 対応スマートフォンである製造型番は C12 メーカー型番は AS50Android OS 2.33を搭載した スマートフォンで、同社製のいずれ3やズレイ5などと、同様、ワンセグ、赤外線通信、バーコードリーダー、名刺リーダーといった、従来の日本のフィーチャー本的な機能が、搭載されているほか、お財布形態、モバイル 3D 液晶が搭載されている。形状は、リンクス 3D に似た形状で、3D の動画撮影が可能になる、ツインレンズが搭載されている。通信機能は、 ウィンハイスピードに対応し、下り最大 9.2Mbps、上り最大 5.5Mbps に対応している。ほか、Wi-Fi を使った通信も可能となっている。なお、テザリングには対応していない。2019年4月現在本機の内蔵ブラウザに、TLS1.2 や SSL2.0、3.0が搭載されていないため、オペラや、 クロームなどのブラウザアプリを利用しないと現在主流の HTTPS を使用しているサイトを閲覧できない。電源投入から i s 1 2 s h が使用可能になるまでの所要時間は約3分25秒と当時発売されていた他のスマートフォンと比べると極めて起動が遅い。ブラウザは Google Chrome Lite ベースの Android 標準ブラウザが搭載され、 上述の通り Android 2.3の特徴でもあるフラッシュプレイヤー10.2がアドオンされている。また JavaScript もサポートされている。これによりパソコンのブラウザとほぼ同等のフラッシュサイト、動画サイトが利用することが可能となり、ブラウザでニコニコ動画、YouTube をはじめとした各種動画サイトが利用できる。その他にサードパーティー製のブラウザをインストールし、 利用することも可能となる。PC 向け Web ブ,ブラウザが標準装備されており、フラッシュコンテンツもフル表示可能。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。